今日も最高の一日にします。いってきます。このクッキーマジでやばいっす。なんとこれ1個でタンパク質が 38g でめっちゃうまい。大阪、福島。はい。開店した。7時ジャスト。そう。なんと昨日12月22日が冬至。冬至とはお日様が、出てくるのが1年で一番遅い、日の出が遅いと。でも今その冬至を過ぎたから、もう今からは夏至までお日様が出るのがもうどん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 早くなってくると。どういうことか、それは何を意味してるのかと。早起きできるんですよ。日の出が早いと早起きしやすい。今日何時に起きましたか？今日の起きた時間より絶対明日は、明後日は、その次は早く起きれる。なぜなら今冬至から夏至に向かってるから。最高やん。いた！はっ。僕はゴールドジムとエニタイムに行ってます。エニタイムに行ったら動画が撮影できるんですけど、僕はゴールドジムに行く。なぜかというと、ゴールドジムの方がやる気がめちゃくちゃ出るから。なぜかというと、エニタイムはね、適当に筋トレしてる人が多すぎますわ。ゴールドジムはね、もう、行ったら毎日絶対同じ人がいるんですよ。いつ行ってももう、同じ人しかいない。いつも同じ人がいる。同じ人が全力で筋トレしてる。しかもね、マッチョ。その全力で筋トレしてるマッチョの中に自分を置くことで、自分もね、全力で筋トレできるんです。だから環境っていうのもめっちゃ大事。だからゴールドジムに行きます。何が言いたいかというとね、周りの環境が大事ということ。トレーニング中は、1リッターの水に、クレアチンを 5g、EAA を 10g、マルトデキストリンを 50g 入れたのをトレーニング中は飲んでます。でトレーニング前はプレワークアウト、これね、1スクープ飲んだらもう強烈すぎて頭バグるんで、まあ2分の1スクープぐらいをこれもう最高。カフェインとなんやらで体がビリビリになってめっちゃやる気出ます。トレーニング後っていうか就寝前か。まあ、ホイプロテイン、タンパク質 25g と、グルタミン 5g。これと、マルチビタミン1錠と、ゼンク、亜鉛1錠 15mg。ビオフェルミン3錠。お腹弱くて、最近ビオフェルミンを毎食後飲むっていうのを始めました。これを、レッドプロテインを飲むと。忘れてた。あと、スピルリナ。これを、適当に、20錠ぐらい。うわ。いりやす。
サブチャンネルみたいなのがあるんで、そっち登録お願いします。概要欄に多分。クリスマスに松田屋。はい、学校終わりインターンに行く前にお兄ちゃん家でご飯食べさせていただきました。お邪魔しました。帰ってきました。12月24日クリスマスということでジムに行きます。今日は動画撮りたくなってきたんで、エニタイムでデッドリフトやります。ちょっとデッドリフトはね、腰のあれの影響でちょっとリハビリデッドで、あー洗濯してないやんかー。寒いか、寒いか、寒いか、あー寒い。全身前プロになってまた寒い。しゃーやるぞ。いつも通りのルーティンワークですよ。これはもう水を入れ、クレアチンを 5g 入れ、 EAA を 10g 入れ、マルトデキストリンを 50g 入れると。簡単やん、簡単。炭水化物、これで炭水化物 50g、 タンパク質 15g、 260kcal のトレチューカーボドリンクが完成。そしてこのカーボドリンクをもうトレーニング行くから飲んで、完璧。これでね、トレーニング後はホエイプロテイン 25g とグルタミン 5g とマルトデキストリンを 50g、 つまり25、30、80、320kcal、 タンパク質 50g、 炭水化物 50g、 タンパク質が 25g、 ちょ、炭水化物 50g、 タンパク質 30g のプロテイン。トレーニング後は炭水化物絶対取ります。今日も最高の一日でした。今日も最高の一日にします。イリアス。よし、クリスマスなんてね、知ったこっちゃない。ジム行く。いつもと同じです。クレアチン、これマイプロの容器でかすぎるんで、ゴールドジムの入れ物に入れてるだけで、ゴールドジムの3倍ぐらい安い4倍ぐらい安いかな。マイプロのクレアチンをこっち使ってます。これをここに入れて使ってます。に、クレアチン 5g に EA10g、 EA10g にマルトデキストリンを 50g、 つまり炭水化物 50g とタンパク質が 15g の 260kcal のカーボドリンクが、トレーニング中に飲むカーボドリンクが完成します。
んでトレーニング中にこれ飲んでるかって言ったら、まあええ感じになるからですね。ええ感じになるらしいです。炭水化物トレーニング中に取ったりとか、まあ EA、まあ BCA でも全然いいと思います。まあ、炭水化物と、マルトデキリストリンと、クレアチンと、まあ BCA もしくは EA をずっと混ぜて飲んでます。まあ疲れ、明らかにもうトレーニング中の、スタミナの持ちようが全然違います。なんとミニマリストと言っときながら、靴を買ってしまいました。まあ買ったら1個捨てればいいだけなんで、買った分ね、トレードオフっていうことで、何かを得たいなら何かを捨てると。いうことで、靴を買いました。バン、ドン、ドン。独特の靴アディダスイージーブート350。渋いっすね。しょあっちー。いただきます。プロテインとグルタミンと、やっぱりグルタミンもうない。マルトデキストリン、マルトデキストリンはいらんか、飯食ったから。飯食ったんで今回はマルトデキストリンなしで、ビオフェルミンと亜鉛とマルチビタミン、あとスピルリナ20錠ぐらい。イディアス。ちょっとすいません、僕はあんま知見がなくて答えできないです。風邪最近ひかないんですよ。筋トレのおかげやな。これは皆さん、これから朝活継続する方は継続して頑張ってください。はい、では、パーソナルだけでもぜひ。はい、ごちそうさま。寝る前に、あ、やっべ、マイプロ注文せな。グルタミンがね、ゼンク、はい、今日も最高の一日でした。おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。
はい、こんにちは、あきょうです。2019年がね、終わりますよ。まだ終わらんけど。散髪しました、散髪。たとえ仕事を失っても、彼女と別れても、パートナーと別れても、何ですか？筋トレ前にプロテイン飲みます。トレーニング中ドリンク、クレアチン 5g と EAA 10g、 マルトデキストリン 50g。 プロテイン 24g、 グルタミン 5g、 そして最後にマルトデキストリン 50g。 プロフェルフアイアンとスピリナ、はい、うまい、おっす。はい、今週は食事の様子を全部記録して、全ての毎食のカロリー、タンパク質、脂質、炭水化物と1日の合計のそれらをまとめてきました。大体まとめると、まあ2500から3000キロカロリーを毎日取ってるなと。タンパク質は絶対に1日体重の2倍以上、 150g 以上は取るようにしてます。筋肥大狙うのであれば、十分なカロリー摂取とタンパク質を体重の2倍取るのは必須だなと。で、それをして筋トレを継続すれば絶対に体は変わっていきます。で、最近ゴールビーでガチンコダイエット対決をしました。6人ダイエット対決の参加者がいて、6人のスタート時の体がこれで、2ヶ月後の体がこれ、すごないですか。やればできるんです。熱量を持って正しい努力を継続すれば結果が出るっていうのが、このガチンコダイエット対決で分かりました。改めて本当すごいなって思いました。熱量を持って正しい行動を継続すれば必ず結果が出る。2019年、本当にありがとうございました。2020年はやりたいこと全部やります。30歳で死ぬと思って、僕は2020年、28歳の年、やりたいこと全部やります。その様子を YouTube で伝えていくんで、これからもお願いします。ありがとうございました。